はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4の DLC 第1弾オートマトロンの続きやっていきます。ここは、平原砦の衛星アレイで、新しいパワーマ着てきたけど、見つけちゃったから、これを着よう。すげえがっしりしてるパワーマだけど。これに着て、ブレインを探して、倒せないと。エイダもちゃんといる。どれ使っていこうかな。マスケットでも装備して。はい、待ってよ。こっちにはもう何もなかったが。というか、なんかパワーアーマーのステーションたくさんあるな。キャップ、グレネード装備しとくか。フラググレネード。にしても、ここライト消したら本当に真っ暗だよ、これ。ライトつけないと真っ暗だ。なんかあるか、これ。会場。なんもない。フュージョンコアもない。なんだこれ。なんもない。じゃあもう向こうだね。ターミナル、ハンガーロックダウン。これなんか別のターミナルか。いや、ドアコントロールだから関係ない。なんかあっちすごいな。なんか見えてる。あ、で、猿の人形。いや、気味が悪いよ。なんか喋り声するな。エイハブ？え？エイハブ？メタルギア。あれ、ブレインっぽいんだが。ジェゼベル？これ開けれるんだが、クイックセービして、いろいろ置いてある。これ、なんかいろいろ書いてあるが、アイビー、設計図？設計図になってない。 これちょっと開けてみるか。これ壊せるんだよな。壊せた。メカニストも人じゃないのか。これな、脳みそ。これエイダと同じやつだ。ちょっと待てよ、周り何もないもん。違う違う違う。ちょっと奥が気になるんだけどさ。奥が気になるんだけどさ。これ、なんだこれ。話すってあるけど、とりあえずこいつと話すか。ジェゼベル、ラストデビルには見えない。ここで何をしている？暴力で脅すとかある。何が起きた？ラストデビルに何をされた？奴らはこの頭をオンラインにしておけば役に立つと考えていた。幸運なことに、奴らは私の発言を全て信じるほどバカだった。うまくいかなかったことは認めるが、その辺にバラバラに散らばっている不運な仲間たちと同じ運命をたどることだけは避けられた。さあ、元の質問へ戻ろう。ここで何をしている？レーダービーコン。レーダービーコンを追ってる。レーダービーコン、実に興味深い。探すにはかなり具体的な部品だ。それにお前は普通の部品スカベンジャーとは思えない。 98.8% の確率でメカニストを探している。いつものように私が正しければ、この苦境からお互いを助け出せるかもしれない。頭は良さそう。どうすればと聞かれれば、後ろのやつ倒せとか言ったりする。
どんな助けが必要なんだ。聞く耳を持つ。これは驚いた。誠実さの印として受け止め、可能な契約について説明する。さて、こんな処理速度のものでも理解できるようになるべく簡単に説明しないと。メカニストを見つけるにはレーダービーコンの他に施設に侵入する必要がある。その侵入方法を提供してもいい。2つの簡単な条件を満たすなら。1つ、このイカれた奴らからできるだけ離れた場所へ私を連れていくこと。2つ、私の新しい体を見つけること。2つの条件を満たせば喜んで必要なものを全て提供する。それで手を打つ。うん、打てそうだけど、まあ、体も簡単に作れるし、ここから取っちゃえばもう持っていけるけど、もう裏切るのではってある。そっちが約束を守るとどうしてわかる。この頭の中には人間の脳が生物ゲルに浮かんでいるが、まだ元のプログラミングに制約されている。認めるのは辛いが、指令により嘘をつくことはできない。絶対に。よって私は愛想の良いロボットではないが、結んだ協定に違反することは絶対にない。さあ、これで取引成立？いいでしょう。取引成立だ。賢い決断。目的地に着いたらレーダービーコンを喜んで手放そう。さあ、敵地の中心部をうろつくのをやめて、直ちにここから逃げ出すことを強く推奨する。はい。後ろのやつがすげえ心配なんだよな。後ろのやつが、あーと思ったらエイダだった。ちょっと待って、これ絶対取ったらさ、動くよなこいつ。動きますよって体勢だもん。ちょっと待てよ。いや、ミサイルランチャーもあるけど、まあ、ドーピング剤もあるから取る。ほら動いた。よし、待てよ。もうね、やられたらもうお話にならないから。最後にジェット。あ、楽勝かもこれ。オッケー、倒した。おお、まだ爆発した。あ、エイハブっての手に入れたな。これもロボットの材料として使える。よし。お、エイダ、なんかいろんなところ故障してそうだけど大丈夫かこれ。ちょっと修理キット手に入ってるから、直せるなら帰って直してあげよう。じゃあ一回ロケットトラックストップに戻ろうか。みんなを殺すつもり。閉まってる。まずい。デビルが来てる今度。デビルの声がしたけど、こっち通ればいい？トリップワイヤーに注意。はい。できれば今日は無傷でいたい。トリップワイヤーをうまく取りたいんだが、OK。はい、取りましょう、取りましょう。これも取りましょう。 OK。 デビルの声したけどさ、ケミストリーステーション、あ、ヌカ攻略アンタムだ。ん？ゲームターミナル。アイビーよりこれを読め。スコアを リセットした誰かへ必ず見つけて殺しめてやるからな。誰か一人が白状するまでこのターミナルは使用禁止だ。テープ、なんだこれ。スコア、スコア、なんかみんな適当になってるけど。おお、オートマトロン。2072。すげえ、なんか昔風なゲームだ。どうやって遊ぶんだこれ。
ん？ああ、ん？逃げればいいのか、とりあえず。あ、逃げたいが、危ない危ない。人が歩いてる。あ、人をゲットしろと。いや。あ、ポーズ画面も結構丁寧に作られてる。人助けたけど、これなんだこれ。ああこういうゲームか。じゃあテープ取り出しとこうか、これ。テープ取り出して。え？オートマトロンゲームゲット。回路機材たくさん置いてあるな。めっちゃ近くから恋するけど。広いな。ジェゼベルなんでそんな不気味なこと言うの？あ、いるいるが、ちょ、倒しとこう先に。えい、まだいるな。トロテ、あ、なんか爆発しそう、あいつ。あ、すげえ爆発しそう。あー、爆発しそう。爆発しなかった。オッケー。まだいる？ハンディ、レベルアップ。いや、まあ何もあると思う。まだ上にいる。ヘイ、あー、タレットか。まだ一人上にいそうなんだが、ちょっとこっち開けさせて。オープン。ここもアーマー置けるとこだ。キャップ。結構このパワーアーマー、フュージョンコアの持ちが良かったりする。フュージョンセール。まあ、こういう電子機械って結構レア度高いと思う。ん？アイビーのターミナル。え？頑張れ、エイダ。エイダダメか。OK。アイビーのターミナル、パワーマーでは行えません。そんなことはないと思うんだけど。あれ？ちょっと見たいな。エイハブ。エイハブ。ん？マップが更新された。メカニスト。マップは更新されたわけだが、とりあえずここから出たい。ここから出たいよ。弾がある。あ、またトラップだ。解除したい。解除したい。解除した。おっとっと。これも解除したい。作りかけの部品とかたくさんあるな。ここにもターミナルある。ん？制御ターミナル？解除しよう。ハッキングだね。ハッキングしよう。いいね。オッケー。あ、タレットコントロールか。なんだ。きっと技術に適応する才能をお持ちなんですね。いや、結構時間かかったけど。
パン取って出口はどこだ。ここたくさんデビルの連中いたのか。こういうとこにレア物のアイテムありそうだけど、この先とかになんかあったりしない？なんもない。この上のパレットの部品回収して、さあ、あ、元の出口だ。さあ出よう。お前との限られた。待て、まだあるじゃん。ここを生きて出られる確率を 65% と予測する。それが最高ではない。努力すれば確率に影響する。超確率マンたち滑るマンじゃないけど、まだいるんだな。出るのも結構一苦労。知ら、う、いないな。この女に頭をちぎられた。お、アサルトロン。待て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 、悪じゃないぞ別に。なんか強いの使ってきてる。マスケット銃。ん、隠れた。解除して、おお、そこから狙ってくる。リロード。アワーマー来てるのか。火力で攻めよう。狙いたい。左腕。当たってない。リロード。ちょっとこの先行かないとな。あー、銃じゃ壊せない。ちょっと待って、とりあえずこれを。よし、至近距離でやる。あー、至近距離でもなかなか減らないなら、最後、最後ジェット。よし、待って、武器を取り替えりの、で、近接でも全然減らない、これ。エイダ倒しちゃった。もし体があったら、おお、自分で彼女を殺していた。まあいい、50歩100歩よくやった人間。なんかいきなり偉そうになってんな。で、なんかレア物たくさん持ってるな。ほう、最後、テスラライフル。この辺も拾っていくか。結構重量あるけど。さあ、出られる確率 65% を制した。出口はどこだ。お、なんかミニニュークある。あ、いた。そしてこれはぬかランチャーもある。ぬかランチャー持ってんだよな。武器庫か。ここは回収されたアサルトロン頭部。頭部ゲット。ミスターハンディバズブレード。さあ、こ、そろそろ出れるか。出れそう。オープン。お、戻ってきたね。よし、出よう出よう。さあ、出てきた。頭だから出られて、まだ仕事は終わって。
準を満たす体を提供するまでは協力しない。分かっておりますよエイダ。おい、何でしょう。さあエイダ、最後のレーダービーコンだ。終わったらその頭を返してくれ。もちろん、すぐに済みます。これで大丈夫。どこへ行くのですか。ああ、いえいえ。何か失礼なことを言いました。おい、さあエイダ、最後のレーダービーコンだ。終わったらその頭を返してくれ。もちろん、すぐに済みます。これで大丈夫です。壊れてませんよ。なぜ頭を返してほしいのかわかりません。必要だったのはレーダービーコンだけです。おまけにロボブレインは悪名高い、その厄介な存在です。他にロボブレインの情報は。他に何を知っているエイダ。簡単に言うと、ゼネラルアトミックスが有機物とロボットの結合に成功した最初の事例です。ブレインは指令ユニットおよびデータ保存ユニットとして使われ、これは通常の回路を使うよりずっと効率的です。残念ながらこうしたロボットには多くのプログラミング上の問題があり、その結果少しなんというか不安定な性質があります。このロボブレインが求めていた答えを知っていることを願いましょう。やっとメカニストを見つけられる。最後のレーダービーコンも手に入れた。これでメカニストの居場所がわかるか。そう願います。この会話をしている間にもう計算を開始しています。それだけでは頭を取り戻したい理由の説明になっていません。それでも必要だ。それでも必要なんだエイダ。メカニストの施設にたどり着く助けになるはずだ。もちろんです。メカニストがその場所を極秘事項にするだけでなく、侵入者対策もしていると考えるのは完璧に筋が通ります。申し訳ありません。その可能性は完全に想定外でした。残念ながら人間を助けることに関しては最近あまりうまくありません。なぜそんなことを。なぜそんなことを言う。わからないのですか。あのキャラバンで友人たちを死なせてしまって以来、私はどんな仕事も失敗してきたような気持ちです。攻撃された日にルートを選んだのは私でした。別のルートを選択していれば彼らが死ぬことはなかったのです。時々ジャクソンが私の人格モードを永久停止状態にプログラムしてくれていたらと思います。そうすればこんなに心を乱すことはありません。うん、そんな風に考えるなってあるな。そんな風に思うな。人格があるからこそ創造的思考が可能なんだ。常に人格を重荷に成功した考えていましたが、どうやら考え方を間違っていたようです。他の誰かにそう言ってほしかったのだと思います。感謝します。あなたを煩わせるのはここまでにします。新しいご友人ジェゼベルに対処する間に計算を済ませておきます。彼女からメカニストの施設への侵入方法を聞き出し、この馬鹿げた事態に完全決着をつけられることを願います。そうしましょう。そして口うるさいジェゼベルのために体作ってあげようか。体作ってあげないといけないから、とりあえずレッドロケットトラックストップに戻ろう。さあ戻ってきた。ちょっと霧がすごい。ジェゼベルを組み立てよう。あ、パワーアーマーここも置いてあるんだよな。一回脱ごう。レイダーだ。こんな時に。はい。こっちももうちょっとタレット置くべきだな。ああ、そしてこの人は誰なのかというと、2世紀も生活することがどれほど大変か君にはわかるまいよ。いつだかが訪ねたグッドネイバーの、グッドネイバーにあるどっかの建物にいた人で、これ多分パート1にいた勧誘してきたスタッフらしくて、この人は逆にどうやって200年間生き延びたのかというと、グール化したと。大したもんだよ。2世紀経って君の肌は赤ん坊のようなんだからな。とまあ彼もいろいろね辛い思いをしてるらしいが、それはいいとして、とりあえず頭新しいオートマトロンでいいのかな。
ジェゼベルの頭。はい、先にオートマトロン作ろう。作成。これでオートマトロンのまず骨組みが完成して、でジェゼベルの頭、はい、ジェゼベル、これだけじゃまだダメか。とりあえずはいいか。最近未来が明るくなった気がする。お前が選んだこの体は想像とは違うが仕方がない。まあそれ頭くっつけてるだけだしな。命がけで言ったってちょっと大げさに言ってみるか。命がけで助けたんだから少しくらい感謝しろよ。ありがとうという言葉で取引終了が早まるなら喜んで声に出す。お互い気が合わないのは明らかだし、もちろんそれで構わない。さあ早く帰りたいので知りたいことを迅速に聞いてくれ。体はとりあえずそれでもいいんだ。立ち去ってもヘイトがある。いやでも聞きたいことがあるから聞こう。メカニストについて知っていることを全て教えろ。魅力的な題材。メカニスト。プログラミングが素晴らしく巧みな本物のエレクトロニクスの天才。興味を持つのも無理はない。長い間連邦の人々を助けるというメカニストの指示に律儀にも従ってきた。信じがたい。信じられないな。なぜ？極めて単純なこと。メカニストに連邦の人々を探し出し助けるよう指示された。計算によると人間を助ける最も簡単な方法は破壊すること。滑稽なほど脆い命を引き延ばしても無意味。それが最も効率的に手助けする方法。他の方法で助けようとすれば数々の複雑な副作用を招く。助けてはいないぞ。助けるを履き違えている。助けるの意味が分かっていないようだ。助ける。任務の達成や必要を満たすために不可欠なものを提供すること。指示通りに動いている。全力を尽くして人間を助けても生存率は 25% にしかならない。つまり努力にかかわらず助けた人間がどうすることもできない理由で死ぬ確率が 75% ある。よって人間の死を早め高確率で訪れるであろう苦しみから救う方が私の限られた時間を消耗するよりいい。実に単純なことだがお前のわずかな知性を考慮すれば理解できなくても驚かない。ああめんどくせえロボットだ。ああ信じたいものを信じろ。信じたいものを信じればいい。ただ約束通りメカニストの施設への侵入方法を教えろ。もちろん実は簡単なこと。メカニストの施設へ入るにはロボットのうち1台にMSAT を装備する必要がある。 MSAT 一歩合意に設計図をアップロードする。さあ協定で約束したことは果たした。しばらくここに残りお前とメカニストの問題が解決する様子を見守ろう。もちろん個人的な楽しみだけのため。戻った時はかなり面白い話が聞けそうだな。考えてみると戻るだけでもかなりの驚き。めっちゃ舐められてる。ロボットに。うん、ジェゼベルは連れていかないでおこう。エイダ連れていこう。ヘッドハンティング完了で、この人ずっと後ろから見てたな。ストロングオーダー、エイダと話す。エイダ、大丈夫か？できることであれば、ジェゼベルとの仕事を終えたようですね。あまり面倒でなかったなら良いですが。ロボブレインが指令を誤解？ロボットたちが指令を誤解している可能性はないか。はい、その可能性は考えました。メカニストの放送の矛盾する性質には困惑しています。しかし実際はその目的に関わらずメカニストを止めるべきです。ロボットたちはあまりに大きな脅威です。メカニストとの接触方法は分かりましたか？メカニストが助けろという指示をロボットが履き違えている可能性があるけど、それでもメカニストはまず何とかしましょうと。 MSAT が必要なんだな。MSAT というものをロボットに装備する必要がある。ジェゼベルに設計図をもらった。メカニストの施設の鍵となる特別改良ですか。実に賢いです。その上ロボットの身分証のように複数のアクセスポイントで MSAT が必要になる可能性が高いです。私の任務に関しては最後のレーダービーコンを使って信号を解読できました。発信源はロブコセールス&サービスセンターです。おそらくより重要な活動のための隠れ蓑です。攻撃の時です。計画は立ててありますか？ロブコなんちゃらかんちゃらってなんか
まだ国内版になってない時になんか行ったことはある気がするな。あのコズワースチックなロボットばっかりいたところ。ああ、メカニストと対峙しますか。メカニストと対決する時が来た。その機会があることを願います。私もメカニストの言い分に興味があります。さあ、準備ができたならMSATを設置する必要がありますね。そうっすな、MSATをロボットに導入する。まあこれで作れということだ、きっと。それじゃあ今回はここまでにしようかな。まあジェゼベルという予想外なロボットが一応仲間に加わって、いやもう近いね、そのメカニストとの対峙も。ジェゼベルここにいた。もう十分邪魔しただろ。ああ、はい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 。それじゃあ今回ここまでにして、MSATを作ってあげて、その続きのクエストからやっていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。